Iran launched nearly 200 ballistic missiles towards targets in Israel. This is a significant escalation by Iran, a significant event.アメリカ政府のサリバン大統領補佐官は、イスラエル軍とともにアメリカ海軍の駆逐艦がイランのミサイル攻撃を迎撃し、現時点ではイスラエルで死者は確認されていないと明らかにしました。また国防総省のライダー報道官は、今回発射された弾道ミサイルの数について、今年4月にイランが行った攻撃の時の2倍だったとしています。イランによる攻撃を受けてブリンケン国務長官は先ほど、完全に受け入れられない、世界全体が非難すべきだと話しました。一方、国連のグテーレス事務総長は、中東の紛争の拡大と激化に次ぐ激化を非難するとのコメントを発表。これは止めなければならない、停戦が絶対に必要だとしています。